はい今回は、えー、東電 OL 事件でですね、えー、まあえー、被害に、えー、あった女性の方ですね、えー、渡辺康子さんという方へ、えー、この方がですねまぁ、あ、何をまあ追求していたっていうのかっていうそのことについて、えー、ちょっと調べてお話していきたいと思いますまああのこれ 結構ご存知の方いらっしゃると思うんですが、まあ、嘘っていうかねあの変なこと言ってる人結構多いんですけどひ、まあ、一言で言ってしまうとねあんまりそれをまず言わないのもどうなのかなと思うんですけど原発を追求していたっていうことなんですよ。この、えー、と渡辺康子ささんんとお父さんがですね東電に えー、勤めていてい原発を追求していたんですよ原発のことに関して様々ねま、えー、そのことが <coughs> 明るみになるとまあ、よからぬということで、えー、まあ、何かしら裏側で力が働いたっていうまあ、そういった事件なんですけれどもまあ、そうは言うもののあの、まあ、気,気になるっていう話もありますし。 あとはね、えー、言葉が悪いですが、まあ、嘘っというか、まあ、デ,デマというか、デタラメが多いんですが、その,あのデマとかデタラメの,、ね、あの裏側にあるものっていうのを、僕ちょっと調べて分かったんで、まあ、それをちょっとあの今回、お伝えしていこうと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、あの正直言いますけど、あの日本あの国家の、ね、国をまたあの挟んだ事件ですので。 ええー、まあ真犯人本当の犯人っていうのも捕まることはまあ難しいなって思う事件ですし、まあ何よりもこのあの渡辺ええ靖子さんっていう方がねあの調べていたええものがああるんですよでそれをこうなんていうのかなあのその思いが全然通じずに。 あのもう嘘ばっかりつかれているのが僕、まあ、と,としてちょっと、まあまあ、許せないというところがあるんであので、まあ、調べてこういうことだろうなということを分かったのでそれをちょっと、ねまあ、リスナー様にお伝えさせていただきたいと思いますこれほとんど言っている人はいないですけどあの、まあ、自分で言うのも失礼ですけど、まあ、僕とか、まあ、その少数派の人の意見がた、えーまあ、多分真相にたどり着いています。 まあ、たどり着いてももうどうにもならないんですけどあのこの方のね、えー、まあご意見というか意向を組むと、えー、こういうことだったんだろうなっていうまずそういったことをちょっと考えていこうと思いますまずこの東電 OL 事件とかって、えー、言われてね、えー、まあ、この亡くなった渡辺靖子さんという方が、えー、勤めていた、えー、会社なんですが、まあ、この東電とい,、ね、いう会社なんですよ、まず問題は。 東京電力っていう会社ね、ね、うんまあ、東電とかって言われてますけど短縮してねあ、この東電っていう会社、東京電力っていう会社ってこれっていったい何なのかっていう話なんですが、まああの、電力会社の域を超えてるんですよね、単純に。さまざまなところに利権に入り込む人間が多くね、まあ、この、まあ、電力っていうところから、まあそのまあ、理系っていうか、科学、科学者とか、あとはですね、まあ、この会社には政治家も関与してるんで。 あとは、えーまあ、この事件の、まあ、深くというかに入っていく、えーまあ、日本国のまあ官僚ですねあとまあその通産省とかそういったところも関与している、えー、そういったことなんで、えー、一つの企業というかもうそこにあの深く関与している人間が多いんですよでこの,あの会社東京電力はですね、まあ、お,おそらくというかほとんどなんですがその原子力原発のことについて、えーまあ、何かをしていたということをこの渡辺康子さんという方はずっと調べていたんですねこれあのお父さんとこの あの渡辺靖子さんの2人でね親子揃ってあのこれを多分追求していたんですがお父さんというのはわ分からないです <laughs> あのまあ、どういったことでかわからなく亡くなっていらっしゃいますし、えー、まあこの渡辺靖子さんという方もまる、えー、されているしかしこれっていうのは先ほど言ったようにあの本当のことには、えー、例えばねなかなかたどり着けないんですよね 変な情報とか多いんでね、えー、まずそういったことをすべて刈り取って、あのーまあ、どういったところからこの事件の本質にた、え、ど、ー、り着いていくのかっていう、そういう話ですね、当然、このあのー、本質事件の本質っていうか、事件の、このあのー、なんていうのかな、があるんで,で、それをまあちょっと僕なりにね、考えたんで、多分こうなんだろうなっていう話なんですよ。で、この東電の事件ね、この東電の OL の,あの渡辺康子さんっていう方がですね、えー、まあこの、 えーまあ、バイマル行為をしていたということなんですが、まあ、これっていうのがまあほとんどというか、高確率、まあ、90%以上も、まあ、95%以上の方う嘘なんですよね、僕はそれは嘘だと思っているので、まあ、日本のマスメディアが煽った嘘だと思っています、ただし、この方がです、ね、調べて分かるんですが、渋谷っていう場所に行った理由は、これは別の理由があるんですよ、その別の理由を誰もほとんど語らないんで,語らないんですが、この方がです、ね、渋谷にいた別の理由があります。 それがこの事件のおそらく鍵、裏の鍵です。だと僕は思います、この渡辺靖子さんという方がです、ね、まあ、丸された、まあ、いわゆる東電の OL 事件ということなんですが、このね、まずあの、まあ、おかしいなっていうのなんですけど、まあ、リスナーさんもそう思っている方いらっしゃるかもしれないですけど、渋谷のこの丸山町というところのアパートでまるされたということになっていますが、まあ嘘ですね、これ。 あの丸された後にあのに、やられた後にあのに渋谷の丸山町のアパートに遺体を持ってきたって、そういう話なんですよ、もう散々あのこういう事件を見てると分かるんでね、やり方の手口が分かるんですよ、あのまあ、やる人間がね、あまああのまあ、卑怯なことをしますけど、調べれば分かるんで、ただ、こういうやつらが捕まらないだけっていう話なんですよ、日本国の,そのまあ一つの問題ですけど、上にいる人間が。 まあ、そういった悪さをした場合は捕まらないだけっていう非常にあの悔しい話ですがそういった話なんですよで、えー、もちろんですねこの東電の OL の事件というのは真相を隠しているので、えー、もちろん証拠がありませんそして、えーまあ、言葉が悪いですが日本国を挟んでさまざまな力が動いているので、えー、なかなかわ、えー、からないものがあるんですが一、まあ、つね えまあ僕はまあ気に入らないなと思うことがあ,のあるんですがほとんどのえこういった話を聞いて騙される人がいてその騙された人がその話をすることによって嘘がえさらに嘘の上塗りになりましてそのえ気づいたらその上塗りされた嘘が本当なんじゃないかっていう風になってしまっているっていうそこに一番の悔しさを感じるんですが、まあ、あの皆さんもえ聞いたことっていうか見たことっていうかそのまあいろんなものでお目にされたことがあると思うんですが。 この方がその、まあ、バイマルをしているっていうんですよ嘘ですからね、これ普通にこれ。なんでこういった嘘が出たかっていう話なんですが、まあ,あの日本のねまあ、デテラメマスメディア、嘘つきメディアがこういった嘘を煽るんでね、ねもう煽って煽って煽るんで、だからこういった話が広まったんですよ。完全にこれあの 考えればっていうか分かる話ですし、まあ、ちょっとね前までは分からないことがあったんで、ここまで強くは言わないんですけど、今回分かったんでね、ね、うん、こういったことで別の理由があるんですよ、この方がここにいた理由をね。しかし、それをあの日本のインチキメディアが、ね、うそばっかついて煽るから、うん、その嘘をね、えー、まあ、ちょっと一つあひっくり返していこうかと思うんですけどまず、この <laughs> 渡辺康子さんという方がですね、えー あの渋谷のこの丸山町で、えー、まあそのバイマルしてたっていうマスメディアの報道なんですが、えー、全くのこれっていうのはおかしいんですよ、普通に考えればね。な、うんでかっていうと、この渡辺靖子さんという方は東電のあの総合職にいたんで、まあ、年収が1000万ぐらい、えー、月収にしてわかんないですけど、100万円近くまあ手取りっていうのはいろいろ減るのかもしれないですけど、そういったものがあり、貯金もあったんで、これお金に困ってないんですよ。別にあの バイマルする理由がないんですよね、うん、全くおかしい話なんですよ、でえーまあ、100歩譲って考えるんですが、バイマルをしていたんだったら、お金以外の別の目的です、でここで,です、ね、あの日本の,あの、まあ、インチキメディアが、ね、この方に対して失礼なことをあの言うんですけど、男、まあ、好きだったんじゃないかみたいなですあの、B マルチだったんじゃないかって言うんですけど全くの嘘ですからねこれ、この方が渋谷にいる,いる理由を僕は分かったんで。 だからあの今回、これ動画であのお伝えしてるんですが、うん、この方はそういった理由ではないです、あの東京電力っていう会社の闇にあの親子で挑戦したんですよ、でそういったことが、え言葉が悪いですが消されたんですよ、そういうあの事件なんですよ、でど,どこでどのような形にえこの女性の方がね挑戦したのかっていう、そういう話を考えていきます、えこの事件というのは渋谷の丸山町っていうえ場所でえ起こっている、えまあ、ホテル街かな。 そういったところで起こってるんですがその前に歴史があるんですね、この歴史をたどっていくことによってこの事件の、えーまあ、真相部分というか、そこにあのたどり着くんですよ、たどり着くっていうか、うん、そういうことを調べてあのまあ、お伝えするから、あのこの事件が、ねえー、真相とか証拠っていうのはわからないですけど、あのまあ、考えるって言ったら失礼ですが、考えるに値するんじゃないかということなんですよね。で えー、このバイマルをしてないんですよ、えー、まあ、していたのかもしれないんですが、目的は違うんですよ、全く違うところにこの方が、えー、そういう、まあえー、まあ、言うなれば、あの体を張って、ですね体を張って、あの探していた情報があるんですよ、でそれを知らずに、例えばこの渋谷丸山町で立ちんぼをしていたとかって言うんですが、うん、全く違います、全く違うということは、えー、僕は調べていて分かったんです、それを今回ね、ここから、えー、話していきます。 これっていうのは東京電力という会社がかかる闇なんですよ、その闇にこの女性の方が一人で立ち,立ち向かっていった、おそらくですが、分からないですが、お父さんからこの話聞いてたのかなって僕は思うんですよ、で頻繁にこあおられるこの渡辺靖子さんが、ね、渋谷でその立ちんぼをしていたっていうことなんですが、あのそのそ倍丸をしていたわけでもなく、立ちんぼをしていたわけでもなく、 金目的ででもないんですよ、うん、じゃあ、なんでこの人、ここにいたのかなって話になりますよね。毎日毎日渋谷にいるわけですよ。渋谷の丸山町っていうところに、あの仕事が終わった後と、東電の仕事が終わった後に、この渡辺靖子さんっていう方は毎日毎日いるわけですよ。そして終電までい,い,いるわけですよ、うん。先ほど言いましたけど、別にお金のためでもなければ、間違ってもあの、倍丸とかね、えー、まあ体とか、そういったことではなく。 うん、意味があるんですね、この方がここにいた理由っていうのが、それは何かっていうと、この東電っていうものとですね、えー、ある場所、えー、ある、えーまあ、人たち、えー、そしてこの渋谷っていう場所の、えー、そのこの隠された接点なんですよ、このことをほとんど誰も言わないんですよこの方はこれを調べてたんですよ、僕はそう,そう思ってるっていうか、まあ、そうとしかあの思えないんでね。うん まあそうとしか思えないというか、まあ、そうなんですよ、まあ、そ,うそうだとまあ思ってるんで、まあ、そう思ってあの聞いていただきたいと思うんですけど、あのこの方はですね、えー、この東電という会社が、ですね、えー、昔ね、えーまあ、その今ほど大きくなる前にね、あのミボロダムっていう、えー、岐阜県にあるダムがあるんですが、この岐阜県の,あのミ,ミボロダムっていうところがね、この事件の、えー、裏の鍵なんですよ。 この岐阜県のミボロダムというところがあったんですけど、ここにですね、この東京電力がですね、あの来て、まあそのまあ、工事をしたんですよ、まあえーまあ、原子力の工事だと思いますけど、えー、東電の,あの、まあ、原発の工事だと思いますが、そして、ここの,あのミミボロダムにいらした方をあの全員立ち退かせたんですよね。 お金を払ってこのミボロダムの方たちを全員立ち退かせたまあ言ってしまえば追い出したということですそしてそのミボロダムから追い出された人々ねその方たちが渋谷の丸山町のラブホテルに移って生活していたっていうことなんですよ嘘なんじゃないかっていう話ですが本当ですこの岐阜県のミボロダムっていうところから 渋谷のラブホテルのに移ってきた、えー、人たちその会社の人たちっていうのはギフグループって言われてるんですよちゃんとしたこういう名前までも分かってるんですねこの、えー、ミボロダムっていう、まあ、まあ村をね、えー、追い出された人たちを、えー、このギフグループっていうふうにあの言っておりましてこのギフグループの人たちがこの渋谷の丸山町に来てラブホテルとか、えー、まあ、旅館とかそういったものの経営をされていたんですよで この、えー、岐阜グループの人たちは、自分たちが、えー、追い出されたミボロダム、あるいは村のことをですね、忘れないように、みんなで、えー、こう一体化していてね、その話をずっとみんなで共有していたということが分かってるんですよ。こ、え、こ、ー、このこととかからあることが分かりますね。 えー、渡辺康子さんが渋谷の丸山町に行ってた目的っていうのは全然違うんですよ。倍、え、丸、ー、でもなければ、えー、そのね、えー、立ちんぼしてかお金を稼ぐ、そんなことではない。東京電力という会社が昔何をやっていたのかっていうことを多分調べていたんですね。そうとしか考えられません。これが別別違った場所であったら、また話は別だと思うんですよ。東京にはたくさんのの、えー、繁華街がありますので 分かりませんが、新宿歌舞伎町とかね、えー、そういったところとか、そういったところで起こった事件だったら違うんですが、これっていうのは明らかに偶然ではないんですね。えー、渡辺靖子さんは、えー、渋谷の丸山町に、えー、毎日毎日、えー、仕事が終わっていっていたと、別にお金のためでもなければ、バイマルのためでもない、まして立ちんぼっていうようなことを言われてますけど、そんなことではないんです。こののグループっていうあのー まあ、東,東京電力がですね、えー、ミボルダムから、えーまあ、追い出した人たちがここに来てるっていう、多分そういった話を知っており、そのことを多分追及していたんですね。い言えば、東京電力っていうこの巨大会社ですよね、今でこそ、まあ、ある程度のことが分かっていて、印象が悪い会社ですけど、えー、この会社のいわゆる裏、えー、闇をずっと多分探していたんだと思います。そうとしか考えられない。そしてこういったことをしていたにもかかわらず、これを隠してね、 えー、この渡辺靖子さんは、えー、バイマルをしてるんだとかね、他人望をしてるんだ、全く訳が分からないです、言ってることはね、うん、本当にあの。別にお金に困ってないから、する理由がないんですよ。そういったことも考えずに、まあ、よくもまあそんなことを言うなと僕は普通に思うんですけど、この,、ね、あの事件で丸、まま、された、まあ、被害者の、えー、ことを考えると、まあ、ひどすぎる話だなと思うんですよ。ここののの渡辺康子さんは、えー、東京電力が、えーまあ、追い出した、えー、このミボルダムからの ギフグループの人々に多分いろんなことを調べていたんだと思います東電の仕事をしてね、えー、まあ総合職でエリートだったということなんで多分大変だったと思うんですよで仕事が終わっては、えー、このギフグループについて探すために渋谷に行きましたそして終電まで、まあ、もしかしたらねその時に例えば倍丸をしていたのかもしれないだけど意味が違うんですよこの人たちから、えー、このですね、えー、まあこの何て言うのかな 村から追い出された人たちはどういったことで東電に追い出されたのかってそういうことをずっと調べていた、えー、そういうことをしていたんですよそのことを全て隠しているんでね、うん、っ,てうっていうふうに僕は思ってますだから例えば朝一日が、えー、始まるとしたらこの渡辺靖子さんは 朝はですね、まあ、その東電の仕事に行って、仕事をして、その後仕事が終わったら、その足で渋谷の丸山町に行き、この岐阜グループのことを調べていた、で終電まで分かりませんが、いろんなことを調べていてで、終電で家に帰っていた、そしてまた次の日も朝から東電に通勤していたという、そういう生活をずっと繰り返していたんですね。で、なんで僕がこんなことを言ってるのかというと、もちろん証拠はないんですよ。 だけど分かっていることっていうのはあるんですよこの渡辺靖子さんのお父さんもですね東電に勤務していた方であるということが分かっています、親子揃って東電に勤務していました、渡辺靖子さんのお父さんという方はですね東電、東京電力に対してですね原子力の反対、原発反対ということを提案していたんですね。 原子力、原発ということはですね、まあ、日本のエネルギーということになってますけど、日本には危ないんじゃないかって、そうやって負の部分を隠してるんじゃないかって、そういったことをお父さんがあの、まあ、調べていた、そういったお父さんでした、そのお父さんのえ娘さんです、この渡辺康子さんという人は。そういうようなことからえ起こった事件であると考えられますし、先ほど言いましたが、この,あの東京電力というところはです、ね、当然ですが日本国にも関与してるんで。 例えば通産省とかそういったところとかもまあつながりがあるんでそういった、えー、言葉が悪いですが表に絶対出て,てはいけないものっていうのがあるんですよそれを多分深く追求してしまったということから、えー、こういった、えー、事件にねつな、えー、がっていった発展していったんじゃないかと思いますあとはそのあのこの何て言うのかな、えー、バイマルのこともそうですしタチンボもそう僕はあの本当にこういうのを調べていてねあのまあ、不愉快だなと思うことがあるんですが。 この東電の OL の、ね、渡辺靖子さんという人は、これ別に精神疾患とかなんでもないですから、ね、まと,もまともな人ですよ。さっき僕がお伝えしましたけど、朝から、えー、夕方ぐらいまでは東電の仕事をして、その後は違った目的があるんですよ。このギフグループとかね、このミボルダムとか、そういったことを知らずに、そのバイマルもちろんですが、マスコミは全部隠してますからね、そういったことをね。で、えー、まあ言うんでしょうね。このの人はその ね、あの男とそういったことをしている、うん、あるいはちょっと頭がおかしい、精神疾患、精神疾患ではないですよ、この人っいうのはちゃんと目的があるからね、東京電力の闇を,闇を追求していたんです、でおそらく、えー、はっきりと言ったら僕らには分かりませんが、原発反対、そういったものを、えー、調べていた、その可能性が、えー、極めて高いということですで、さっき最初の方にお伝えしましたが、東京電力という会社は巨大会社ですね、えー、日本の中で。 えー、まあ日本国を動かす、えー、そういった会社であるとも、えー、解釈可能です。日本国のですね、えー、まあその官僚通産省の人間がいたりとか、あるいは警察裁判所そういったところも、えー、まあ飲み込んでるっていうような話です。まあ言ってしまえばこの事件っていうのもまあ裏っていうか考えられるんですが、警察あるいは裁判所、えー、そこにですね圧力がかかっている。警察がまあぐるっていうまず話ですね。裁判所は、えー、やらせ裁判プロレス裁判を、えー、しているっていう。 後ろからの圧力がかかってね、ねそのことが考えられます。で、さっきあのお伝えしましたけど、この渡辺靖子さんという方は、ですねあの亡くなった時の状態で、ですね、えー、まあ分かってるんですけど、犯人とされているまあ人間は別,別ですし、おそらく別の場所で丸されて、渋谷のこのアパートに、えー、まあなんていうのかな、えー、持ってこられた可能性が高いんですね。でこのの事件の後に えー、ネパール人の人ですよね、外国人、このネパール人が犯人としてこでっち上げられてるんですが、これっていうのも結局無罪であるってことは分かってるんですよ。うん、だから裁判もやらせ、プロレスをしていたということです。で、えー、おそらく裁判所とかそういったところにも圧力がかかってるんで、えー、このもう <coughs> ネパール人がですね、無罪であるってことは分かったら、すぐこのネパール人を。あの 海外に出したりしてるんでこういったことも考えられます事件の真相を追及されたくないからです日本のいろんな力が働いて、えー、だからこの渡辺靖子さんという方はですねおそらくあの日本をひっくり返すようなその当時の何かを多分掴んでいたんですよこのお父さんのことがあって僕はそう思ってるんですねうん。でえー、まぁ、あ まあその一つに、まあまあ、原発反対ということもありますし東京電力のまあ歴史というかその過去、まあ、黒歴史とかそういったことを、えーまあまあ、探っていたそういったようなことからあとはまあ考えられる、まあそのは通産省とか、まあ、国とのそういった関係あるいは原発判定の関係そういったことで。えー その先ほどお話したけど、まあ、東電がひっくり返る、あるいはですね下手したら、えー、日本国をひっくり返す、そういうようなことにたどり着いた可能性があるんで、えー、そういったことをする人には、えー、ど,どういうことになってしまうのかというと、当然ですが、日本の裏社会からヒットマンが、えー、送り込まれるんで、そのヒットマンが、えー、丸したっていう、そういった話です。あのー、この分か,り分かりませんよ、これは僕の話なんであの解釈なんで、この東電の事件というのは、表に出たら、多分相当まずいものがあるんですね。まあ 平たく言えば、えー、その原発の問題、原発反対問題ということなんですが、えー、この多分このずっと渋谷で、えー、まあ、調べていたこの過去の黒歴史でしょうね、黒歴史というか、この人々を追い出して、えー、このミボルダムからね渋谷に、えー、移ってきたという岐阜グループ、多分この関係だと思います、この関係、あるいはですねお父さんからまあ、受け継いだっていうか、まあその東京電力に対するその原発反対、そういったものを、えー、調べてですね。えー 明るみに出てらいけない情報にたどり着いてしまったんで、えー、まあ本当に後ろ側から出てきたこのマルシアですね、誰かっていうのは分からないですよ、うん、でもそういった人間に消されたっていう,そういう話だと思います。であの警察がですねこのもうあらかじめ言葉が悪いですけどネパール人が犯人ではないということは分かっていては犯人としてでっち上げたっていうところから警察もぐるってるとで裁判もやらせプロレスをかましてるっていうことで。 これっていうのは考えられることは、日本の上にいる人たちですね、米の闇が関与している可能性の高い事件であり、傘下の東電というのも、東京電力もその傘下に入ってるんで、そこらのんの実行犯893か分かりませんけど、そういった人間が動き出して、この渡辺靖子さんを口止めしたっていうような話だと思います。この事件というのも、日本の未解決事件であり、犯人が逮捕されることがない。 それはなぜかというと、日本の上にいる人たちが関与しているこの米の事件であり、えとそこにですねこの東電というあの会社がねこの原発の問題がありますので、こういったものは出てはいけないというようなことで、えーまあ、こういう事件が、えー、起こった、そして今もなお分からないということで、僕はあの思ってますけど、日本でですね、えー、こういうま,まともなことを調べる人、そしてですね真相、時には真実に迫る人というのは、 消されてしまう、そういう運命をたどってしまう、そういう事件だと思います。本当にね、あのー、まあひどいなっていう話で、この事件の後もね、この渡辺靖子さんに対してあのわ悪く言いますから、その倍馬鹿してたとかね、そんな全くその根も葉もないような話ね。だからこういったことがわからないんですよ。調べてないのかなんだかわからないですけど、その岐阜グループの話とかも知らずに、まああとはまあそのまあ日本のねデタラメメディア、まあ、嘘つきメディアのその話を信じて、あとまあその うんまあ、警察もぐるってた可能性が高いですから、まあ、そういったことからあの、この事件の真相を隠している、まあ、もちろん真相とか真実というのは分かりませんけど、明らかにおかしいことが多いですし、まあ、僕が調べた感じ、えー、まあこのようなことかなと思いますので、あのこの渡辺靖子さんという方の、ね、ご冥福をお祈りいたします。 本当ねあの、まあ、ひどいい事件だなと思いますもう日本ではこの皆さんも思ってるでしょうけどこの原発、原子力の問題っていうのはタブー中のタブーなんで、ね、ここにあの,ふあの深く入り込む人たらほとんど消されますからね、うん、でそういうのも調べてればわかるんですがえ例えば、そういうことに全く触れずにね、うんまあ、この人はなんかわからないですけどあの表の顔はねあの一流 OL で裏はね倍、えー、ロしていたて。 そんなな話じゃないですか全然違うところにこの事件のこの目的っていうかあのこの渡辺靖子さんがされていたっていうことがあるんでね、えーまあうん、まあそんな感じでね僕の思うところっていうことでお伝えさせていただきました、えー、まあ今回はここで終わりにさせていただきたいと思います最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします